どうも、こんにちは。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。もうすぐロト6なので、それについて話したいと思います。もう抽選までだいたい1時間ぐらい。僕が予想した数字、1口目が5、8、21、22、31、33。2口目が8、18、22、27、37、42です。1口目、自信があるというか、これ来るん違うかなって思ったのが、8と21と22かな。特に来そうな感じなのが、2口目が8と22と、あと、そうやな、27、37、このあたり、かな。まあ、自信はだいたい40%から50%ぐらいしか自信がないから購入はしてないんやけど、前回がボーナス合わせて3つ一致したから、初めて今年に入って3つ一致したから、ちょっとずつ当選に近づいてるんかなとは思うけど、まあそれでもやっぱりロト6は当選自体が難しい。まっとうでも難しいな。ロト7も難しいねんけど、やっぱりロト6の方が僕は個人的に難しいと思う。1等だったらロト7も難しいねんけど、その当選だけ考えたらロト6の方がやっぱり難しいかな。数字が43個あるから、その中からたった6個選ばなあかんから、ロト7は37個の中から7個やから、当選はまだしやすいかな。ボーナス数字も2つあるから、それから考えてもロト7の方がまだ、当選だけ考えたらしやすいんじゃないかな。まあ、それでも、ロト6は諦めずに継続して予想し続けるけど、まあ、その、ピンときた数字が来たら、ロト6購入したいと思います。今はまだその数字が来てないから、待ってる状態。とにかく、その数字が来たら、ロト6購入しようと思います。通常の回よりも、その、当選確率がやっぱり高いから、ただ、2回、その数字が来て購入してんけど、2回とも当選できてないんやけど、ただ、絶対に来ると思う。だからその数字が来たら購入したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。次はもうロト6の結果報告。だから8時か8時半か、そのあたりに動画を撮りたいと思います。いい結果報告できたらいいけど、それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。